いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎真美です。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。ということで今回はですね、女性をあなたの虜にしていこうという内容になっております。さて皆さん、女性を夢中にさせたい、それも身も心も全てあなたに、捧げさせるようなですね、そういう女性を作りたいというふうに思った時、何が必要やと思いますか？早速ね、答え言うんですけど、私は総合的な満足度だと思うんですね。なぜなら女性の評価基準というのは総合点で判断されます。例えばね、お金たくさん持ってて顔もいいと、だけど話がつまんないっていう男性のことを女性ってやっぱ好きにならないんですよ。総合的に見て平均点よりも上ですね。そういう人を好きになります。なので女性を虜にさせたいと思うなら、心も体も満足させる必要があるということですね。ということで今日の目次はこんな感じです。女性を虜にする手順ですね。では早速やっていきましょう。女性を虜にする手順、一つ目、ほぐすことです。まず心と体どっちもリラックスさせるということが必要になってきます。女性というのは心と体がつながっているタイプが多いですね。だからどんなに体的には満足しても心がついていかないっていう状態だと虜にするっていうのは難しいし、その反対もしかりです。なのでとにかくまずはリラックスさせるということが第一歩になります。例えばね、部屋をいい匂いさせるとか、照明をね少しこう暗くして話しやすいような雰囲気にするとか、ムードを作るとか、あと会話のテンポをスローにするというのもおすすめですね。そうすることによってこう気張ってたのがだんだん和らいでいきます。あとはね、体温めるというのもいいですね。そしてマッサージをする、これがですね、私はねすごくいいと思います。今言うマッサージっていうのは性的なマッサージではなくって、単純に相手の体と心をほぐすという目的でする健全なマッサージです。最初は手から始めて、でそこから肩とか頭とか、あとは腰とか背中とかふくらはぎとかですね、そういう大きな筋肉をほぐすというイメージですね。まずはマッサージをしましょう。この時に心がけなければいけないのは、丁寧にじっくりほぐすということです。結構ね、男性でね、あまりマッサージ好きじゃない方とか、せっかちな方ってピュ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 っていうね、ちょっと早い動きで揉むっていう方がいるんですけど、早く動かしてしまうと、なんていうかね、面白になっていってしまったりとか、いい雰囲気が壊れたりとかする。あとくすぐったいっていう風に言われてですね、盛り上がらなかったりするので、丁寧にじっくり時間をかけてゆっくり相手の心をほぐすという気持ちでマッサージをするっていうことが大事ですね。あと一度マッサージを始めると、相手の体から手をできるだけ離さないというのも結構気をつけなければいけないポイントです。で、離れた瞬間に少しね気持ちが冷めてしまうっていうことも結構あります。そして2つ目、相手が喜ぶ言葉をかけましょう。これはね、メンタルですね、心をほぐすという目的で、とてもね有効かなというふうに思います。好きとか綺麗とか愛してるとかですね、そういう相手が喜ぶ言葉というのをかけましょう。マッサージによって体はほぐれていくんだけれど、でもそれだけじゃダメですよね。最初のね冒頭の部分でお話ししたみたいに、女性というのは総合点で評価していて、総合的な満足度というのを求めているので、言葉をかける、それも丁寧にね優しい言葉をかけるっていうのがとても重要です。それから女性って安心するとどんどんねリラックスしていくんですね。だから安心っていうのを提供することです。あとね、安心すると開放的になります。開放的な気分になるとどんどんね相手の気持ちも乗っていくので、なので開放させるっていうことも重要になってきます。それから3つ目、じらすことです。結構ね、ここが重要かなというふうに終わっていて、いいムードになって行為が始まりました、で、すぐ終わらしてしまうっていうふうにしてしまうのはね、非常にもったいないですね。最初のムード作りが良かったのに、本番自体がすぐに終わってしまうと虜にするっていうのは結構難しいです。それよりも時間をかけてじわじわ追い詰めるようなイメージでですね、相手のことを追い込んでいった方があなたに夢中になります。つまり相手を夢中にさせようと思ったら、自分のために時間を使うのではなくって、相手に奉仕する気持ちで相手のためにしっかりと時間を使うっていうことが大事ですね。先に与えると後々返ってくる、この法則というのは何においても適用されます。だから相手を夢中にさせたいと思うのであれば、まず自分が奉仕する、まず自分が与えるようにしましょう。じらす方法としては、じわじわ追い上げます、最後の直前ですね、そこで止めます、で
それから他のところを刺激して落ち着かせます。でまたじわじわ追い上げます。で最後の直前で止めますっていうのをですね繰り返すということです。そうすることによって相手の気持ちっていうのはどんどんじれていきます。じれていくとどんどん夢中になっていきます。そうやってじらすことによってどういう効果があるかというと、いつもよりも深いクライマックスを迎えることができるということなんですね。いつもよりも深いクライマックスを迎えると、まあ、そういう体験ってですねやっぱりなかなかしようと思ってもできませんから、だからあなたしかいないとか、こんなに体の相性が合う人初めてとかですね、そういう評価になって、であなたに夢中になるということです。そして4つ目、甘やかすことですね。これは恋が終わってからになります。恋が終わった後ね、やっぱりすぐにシャワー浴びちゃうとか、あとは携帯に夢中になっちゃうとか、テレビ見ちゃうとかっていうのは、やっぱり評価はあんまり良くないですよね。終わってからもとても大事になってきます。相手のことをですね優しく抱きしめるであったりとか、キスするであったりとか、優しい言葉をかけるとかですね、あとは相手のことを褒めるというのも有効です。そうやって相手との時間を楽しんでいるというね、そのパフォーマンスも相手を夢中にさせる秘訣です。ということでまとめです。今回は女性を虜にする手順をご紹介しました。まず一つ目がしっかりほぐすことですね。そして二つ目が相手が喜ぶ言葉をかけること。そして三つ目がじらすこと。そして四つ目が甘やかすでした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はね、相手を夢中にさせるっていう方法なんですけど、やっぱりねまずは自分ではなくって相手のために時間を使うっていうね、そこにね結構女性はね愛情であったりとか大切にされてる感っていうのを感じるんですよね。これはねお付き合いしてるとかしてないに関わらず、女性というのは自分に価値を感じてくれている、あるいは自分の価値を思い出させてくれるような人が好きです。あと一緒にいるとどんどん自分がね光り輝くようなイメージを持てるという人のことも好きです。なので自分に対して奉仕してくれる男性のことを女性は好きなんですね。あと女性は結果よりも敬意ですね、その部分も重要視する方も多いので、なので、まあ、最後どうだったかっていうのももちろん重要なんだけれど、だけど過程ですね、どういうことをしてくれたのかとか、どれぐらい自分に対して奉仕してくれたのか、その部分もね結構見てるので、なのでねそこはしっかりとですね見せつけた方があなたに夢中になりやすいよということです。できるんやったらその行為中はめっちゃ奉仕してくれるけど、普段はツンデレとかですね、まあ、ド S キャラとか、そういうギャップがあるとさらにね相手を夢中にさせやすいかなというふうに思うので、自分のキャラ的にいけるという場合はねギャップもプラスするというのもおすすめです。よかったらね参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。